アイテム番号 SCP-779-KO。 オブジェクトクラス、オブジェクトクラスを決定しました。 SCP-779-KO は収容してください。オブジェクトです。露出された場合、SCP-779-KO の現象を説明する場合を例外にして、SCP-779-KO に対して結果論的に話して行動します。そして、露出の後は、しばらくの間すべての状況において結果論的に話し、行動することになります。会議の参加者、博士1、博士2、研究員、収容スペシャリスト、ついで会議を行いました。記録開始。会議をします。そうだ、会議をします。 SCP-779-KO を収容する必要がある。同意します。沈黙。 SCP-779-KO を収容します。 SCP-779-KO を収容するためにはSCP-779-KO を収容する必要がある。だから、長い沈黙。怒る。俺たちはこんな風に話す。これは私の考えですが、SCP-779-KO に対しては、結果論的に話をさせられます。あ、そうです、博士。SCP-779-KO は、結果論的に話をさせます。興奮して立ち上がる。おお。SCP-779-KO に対しては、結果論的に話をさせます。そうです。だから、これから、私たちは、SCP-779-KO を収容する必要がある。そうです。SCP-779-KO を収容するためにハムを、もう、長い沈黙。収容する必要があります。我慢できずに会議室の外に飛び出していく。記録終了。